はい、皆様改めましてこんばんは、つい先日お会いした方も多いですし、それからすごく久しぶり、日本の、セミナーフェスタでお会いした方もいらっしゃいますし、またフロリダの方でお会いして、ね、随分も2年以上経っていらっしゃる方もいらっしゃったりと、本当に私今回で7回目の、アンソニー・ロビンズということでしたので、7通りのコミュニティに入っているんですね。で、またクルーのメンバーのコミュニティとかいろんなのもね、関わっておりまして、本当にアンソニーのフェスタですよね。2014年の4月から、私の人生っていうのがね、本当にすごく幅が広くなったんですね。で、まあ、今回7回目のアンソニー・ロビンスの UPW、Unleashed Power Wisdom というですね、4日間のセミナーに参加をしてきたんですけども、ここまでに自分で叶った夢があまりにも本当に数が多いなということを改めて噛み締めているんですけども、個人的なシェアは後ほど皆様と共にさせていただくことになりまして、早速、アンソニー・ロビンスのセミナーの、振り返りということで、松井コーチと私の方で進めさせていただきます。それでは、はい、まず、松井コーチの方からですね、松井さんをご存知ない、フェスタの方とか、フロリダのチームの方もいらっしゃると思いますので、自己紹介の方をしていただきたいと思います。はい、はい、それでは、松井コーチよろしくお願いします。はい。皆さんこんばんは。はじめまして。今、マッカイさんから紹介しました、いただきました、パサーこと松井博之です。今現在、私は高知県の黒潮町というところに住んでおりまして、自分で事務所を立ち上げて、パーソナルコーチと自尊感情セミナーのトレーナーというのをやらせていただいてます。で、このアンソニーセミナー、ロビンスのセミナーを受けたのが、2015年、昨年の、DWD ゴールドコースト。で、初めて受講させていただいて、まあもちろん職業がコーチですので、ものすごく直結するお話であるんですけれども、まああまりにも人生がひっくり返って、もう大きく大きく人生が変わって、もうおそらく1時間ではとてもじゃないから話せないというようなことなんですけれども、まあでもその受けた後に本当に大きく人生が変わって、今のこう自分の人生の中にものすごく生かされている。まあ、そんなことをですね、こう日々感じながらですね、皆さんにもお伝えしたいなという思いと、またそのことを生き続けていきたいなっていう気持ちと、そして今、私のコーチが実はマッカイコーチなんですけれども、マッカイコーチと一緒にいろんなことをね、こう考えながらまた進めていきたいのと、そして今回、9月にありました、Unleashed Power Wisdom っていう、シドニーでありました、このアンソニーのセミナーの、クルーとして、このマッカイコーチと一緒に入って、まあ、そこでの体験も本当にすごかったですね。すごかったですね。まあ、そんなこともですね。めちゃくちゃすごかったですね、マッカイさんね。ねえ。だから、そこのことも、一緒にシェアしながら、皆さんと分かり合っていきたいなというふうに思っております。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。はい。今、参加者の皆様のマイクの方は一時的にミュートにさせていただいているんですけれども、まあ、ミュートにしてあっても皆さんのエネルギーはね、私たちもすごく感じています。また、花島一家はお子さん3人も全員、ご出演ということでね、本当にこの一家のモチベーションものすごく高いという感じがしますので、後ほどね、花島一家のお声の方も皆様の方にお届けできればと思っています。お元気ー、ロビンズにね、肩車されてロンドンの6800人の参加者の前に、もうこの子が世界の未来だっていうふうに言わしめたという、花島家のね、大輝くん、長男の大輝くんね、本当素晴らしい。彼が本当に日本をこれから、引っ張っていく、そんな本当宝物のようなお子さんも今日は参加してくださっています。だってすごかったのよ、本当に大輝くんは、11歳の時だっけ、小学校5年生の時かな。一人でロンドンまでやってきて、一人旅で、まあ、もう一人大人の二十歳ぐらいの お兄さんが一緒にいてくれたのかな？でもまあ、ほぼほぼ一人でロンドンまでやってきて、で、大人を完全に圧倒して、6800人を圧倒して、行った日本人の男の子って伝説になってる男の子なんですけど、11歳が一人で参加してますから、皆さん本当言い訳できませんね、こうなってくるとね。まあそういった花島家の、今日大輝くんなんかも参加してきてくださっています。それでは、ヒロさん、まずはい。はい。コーチの松井コーチ、ね。はい。はい、まずは振り返りということで、シドニーのアンソニーの今回のセミナー。まあ、ヒロさんもおっしゃってたように、今回本当にすごかったんですよね。で、はい、まずヒロさんの今回すごかったポイントっていうのを、まず3つほど皆さんにシェアしていただいてよろしいですか。はい。はい、ありがとうございます。この
アンレスパワーウィズインというセミナーは約参加者が4000人から4500人ぐらい、4000人ちょっとぐらいです。はい、まあ、世界各国から集まるあのセミナーなんですけれども、まあそこに、まあ私とマッカイさんはクルーとして、スタッフとして参加したんですけれども、本当に、まあいろんな役割を私たちはその皆さんをサポートする中でやっていくんですけれども、まず今回のびっくりポイントが日本人の参加者がいない。一人だけ？一人だけです。たった一人。一人は二人いたらしいですけど、お一人しか会わなかった。はい、そう、たったお一人なんですね。はい、ということは、私たちはもうすべて英語でやらなきゃいけないということなんですね。はい、で、まあ、マッカイさんはとても英語がご堪能でいらっしゃるんですけども、私はそんなに英語ができる方じゃない。でも、その中で、コミュニケーションをスタッフと取りながら、で、参加者の皆さんともつながりながらサポートをしていくと。そういうミッションをこう与えられたわけですね。で、その中で、まあ、私の一番の役割は、前回の DWD の時の、クルーの時は、本当にダンスリーダーとして、一番前に立って、はい、もうダンスで皆さんを盛り上げる、ステートを上げるっていうのを一番目的にしてたんですけれども、まあ、今回ちょっと私は左足をちょっと怪我をしてしまいましたので、まあ、そこが難しいということで、他の裏方の部分でなんとか皆さんをサポートしようということで、まあ、私のやったのはドアグリーターって言って、はい、ドアで皆さんがこう、フルーヒックな、Good morning! Good morning! How are you? See you! とかいう、まあ、そういうふうな、役割をして皆さんを盛り上げるんですけれども、4000人いてですね、ドアが2つしかないんです。ということは単純計算で一つのドアに2000人の方が通るわけですね。そうするとその2000人の方と毎朝毎朝、グッモーニング、グッモーニング、グッモーニングっていうふうに声をかけていくわけですね。そうすると最初の初日の方はそんなに皆さんあんまりこうエネルギーが高くなくて、割とこう静かになってるんですけれども、だんだんこう日にちがこう経つにつれて、皆さんのエネルギーとこうステートが上がってくるのをすごく感じて、で、私たちもなんかそれに乗せられてこう一緒に上がっていくような、まあそんな感じやったんですね。で、その中でまあ一番私がこう学んだことは、貢献です。貢献ね。貢献、コントリビューション。で、どういうことかというと、今までの私っていうのは、誰かに何かをしてあげることが、してあげることが貢献だ。与えることが貢献だ。だから何かしてあげなきゃ、あげなきゃ、あげなきゃって、こういうふうに思ってたんですね。ですけれども、私はこのドアグリーターという仕事をやってて、本当に目的はたった一つやったんですね。もう皆さんのエネルギーを上げて、皆さんのブレイクスルーをサポートする。それを一緒にやっていこうっていう風な位置に立ったんですね。そしたら別になんかその人たちのために何かしなきゃということよりも、なんか自分がなんか自ら楽しんで、皆さんと一緒に楽しみながら成長していこうねっていう、なんかそんなメッセージでただこう、ドアグリーターをやってたんですけれども、そしたらですね、3日目ぐらいから参加者の方のリアクションがすごく多くなったんですね。ですね。なんかあなたからね、本当にこれ、マカイさんも思いますけど、あなたから力もらいましたとか、元気もらいましたとか、Thank you, awesome crew とか、いや、ヒル最高とか、ハグをされたり、後ろから羽交い締めされたり、髪を切られたり、すごく皆さんが変わってきたのがわかるんですね。で、その時に、私、貢献って何かなと思った時に、あるがままの自分が楽しくその皆さんと一緒に過ごしているそのことそのものがもう貢献になってるんだって。何か特別なことをすることじゃなくって、自分が自分らしくただその役割を楽しみながらやってることがもう隣で皆さんは繋がってるんだから、そこからいい影響を与えていけるっていう、そのことを一番クルーをやってて学んだんですね。で、そのエネルギーをこう大切にしながら、もう皆さんと本当に4日目なんかはもう皆さんほとんど涙目になってらっしゃいますから、もうそのエネルギーをこちらもなんか受けながら、またこちらも返していくみたいな、ものすごくなんかこう深いレベルで、広いレベルで、ものすごく参加者の皆さんと繋がれたっていう、こういう実感を持ちました。で、日本へ帰ってきて何かというと、私の一番こう引っかかってたものは何かというと、例えば、自殺を考えてる人だとか、ちょっとうつ傾向にある人が、とかいる方が、なんか、もし私の関わりが間違ってしまったら、
私のコーチングが変な方に行ってしまったら、もしこの人を追い詰めてしまったらどうしようか、もし鬱がひどくなってしまったらどうしようか、私のコーチングでこの人の人生が悪くなってしまったらどうしようか、割とそういうところに焦点が当たってたんですね。ですけれども、貢献っていうのはあるがままの自分でっていうことを知ったときに、あ、私の心の奥の方には悪者になりたくないっていうのがあるんだってことに気づいたんですね。でもこれは、アンソニーの、セミナーを受けてる方はわかると思いますけど、これ実は自己重要感なんですね。誰かのためではなくって、自分が重要だというふうに周りから認められたいっていう気持ちから来てるもんなんだってことに気づいたんですね。で、この貢献っていうのをこう学んだときに、そこを手放せるようになったんですね。あ、その人の人生の中の選択の一つとしてそれがあって、私は代わりは生きれないけれども、私が一緒にその人たちにいい影響を与え、一緒に楽しめるために何が可能かなって。そういうふうになんか考えられるようになったときに、ものすごい肩の荷が楽になったんですね。で、この貢献っていうこのキーワードが私にとっては一番の大きな気づきと発見でございました。はい、ありがとうございます。素晴らしいです。ありがとうございます。UPW に参加したことがある方は、はい、まあ、今、松井コーチがおっしゃってた場面とかがね、こう出てくると思うんですね。で、私も、まあ、松井コーチの今お話を聞いてて、同じようなところで、今回、松井コーチと同じようなところですごく大きなブレイクスルーがあったんですけど、私自身は、これまで過去のセミナーでね、スタッフをするときに、一等賞を狙ってたんですよ。常に。うん。うん。それは、何でしょう。どういうことかというと、例えば、選ぶ仕事も一等賞になれる仕事を選ぶんですね。前は。うん。例えば、マイクランナーという仕事があるんですけど、それは、何千人もいるお客様の中で、マイクランナーっていうのはここ配置されるんですよね。6人ぐらい。そうすると、当てられた人、アンソルミさん当てられた人のところに、一番早く行って、一番早く、マイクを参加者にお渡しするという仕事があるんですね。で、これはもう本当にサバンナを駆け巡るピューマみたいなテンションなんですよ。もういち早くもう最速で行って、で、マイクを渡すということが一番大切なわけですよね。忍者のようにもうバババババッと行ってタッと渡すわけですよ。で、それをやってる時の自分っていうのはもう明らかに競争なんですよね。だから、自分の、守れる守備範囲を完全に超えていくんですね。で、自分の守備範囲じゃないところに行って、自分がマイクを渡せた時の達成感みたいなのが、とっても私は以前はすごく好きだったんです。だから、どっちかっていうと、フロリダで、男の、昔私すごい男性性が強かったんですけど、昔多分、侍だった時代があると思うんです。それで、もう本当にそういうのがたま、出るんですよね、そういう時にね。だから、例えば、切り込み対象的に、よし、行くぞみたいな感じで先頭走りたい人だったんですよ、以前は。で、今回のシドニーは、全くそれを、やらなかったんです、私自身が。それで、ドアグリーターといって、ヒロさんがね、松井コーチがやった、ポジションと同じポジションを、選んでた。同じでしたね。はい、うん。それはどういうポジションかというと、競争ではなくて、もう皆さんとなるべくつながりたいというポジションなんですよ。うん、もう心を開いて、うん、で、相手も心を開いて、そこがつながるっていう体験をしたんです。で、その時に私の中で何が起こったかというと、まあ、松井コーチも、とても素晴らしい体験してたんですけど、私はね、どんなことが起こったかって言ったら、もう目と目でお客さんと会話ができるようになる、なってきたんです、最後の。うんもうね、お互い見つめ合うだけで涙が出てくるんですよ。本当に。それで、もう別れが悲しくて、泣けちゃうんですね。もう4日目とかになると。それで、1日目から先ほど松井コーチのね、体験にもあったんですけど、1日目はみんな何が起こるか分かんないって緊張感で、こうすごい硬い感じなんですよ。それが、私たちがもう毎回毎回ドアのとこで言いますよね。で、もう私たち楽しいんです、存在そのものが。もう私たちの人生って本当にもう喜びなんですよ、毎日が楽しい。なってくると、みんな、なんであの人たちあんなに楽しそうなんだろう、嬉しそうなんだろうって、まず興味を持ってくれるんですよね。
それで、うん、まあ、何回も行ったり来たりするとき、今話しかけてくださったりとかするじゃないですか。うん、そうすると、うん、どうしたらあなたたちみたいにクルーになれるのってすんごい聞かれるんですよ。うん、私、今までも4回ぐらいクルーやってるので、来年は一緒にやろうよ。ね、来年は一緒にこっち側になろうよっていうふうに本気で言うんですよ。誘うんですよ。一緒にやろうよって。そうすると本当に戻ってきてくれるんですよ。で、今年も、今回も、合同コースの時もそうだったし、一緒にそうだったし、あなたがあの時祖父に言ってくれたから、今日こうしてクルーとして戻ってきましたって言ってきた、鮭が川を登って戻ってくるみたいな感動があって、で、そうなってると、私のその楽しいとか嬉しいとかっていうあり方そのものが、もう誰かの人生に影響してるんだと、いい感じでね。っていうことを気がつかせてもらえたんですよ、その参加者の方から。その時に、もうブレイクスルーが起こって自分の中で、もう競争で一番になるっていうことはやらなくてもいいんだって、スーッとそれが手放せたんですよね。それよりも、今は、私が本当に大切にしたいことは、自分が本当に心を開く。今まで心を開いたら傷つけられるっていうか、その柔らかい部分にこう槍刺されるんじゃないかみたいな、そういう昔の戦ってた時の先生がこう蘇ってくるみたいなとこあるんですけど、今回本当に手放しで私が本当にもう 100% 心を開けたっていう素晴らしい達観を得たんですね。なので、毎回そうなんですけど、アンソニー・ロビンズのセミナーに行くと、自分の人生の幅がものすごく広がると同時に、確実にステップアップしてるのを感じるんですよね。で、その中で特に価値が高かったのは、恐怖感がなくなりましたね。いろんなものに対する。例えば、人に対する恐怖、人に、例えば、リジェクトってオーストラリア英語では言うんですけど、人に拒否される恐怖感とか、それから人に嫌われる恐怖感とか、そういうものがなくなったですね。それで、最初から嫌われるとか拒否されるって、本当は自分の頭の中の思い込みでしかなかったんだっていうことが分かったんです。だから、起こりもしないことを心配して自分を守ろうとしてた自分に気がついたんですね。それよりも、そういうことを考えずにもう 100% 心を開いたら、あらびっくり、傷つける人って本当にいないんですよね。それよりも、本当にもう、私の方に飛び込んできてくれて、本当に素晴らしい体験。多分人生、今まで生きてきた人生の中のベスト3に確実に入るような、体験になりましたね。うん、はい。で、松井コーチが、今回、はい、素晴らしいことに、はい。はい、ご報告があります。はい。今回は、4000人の参加者の方と、それから、シドニーでは最大級でしたね。4000人を超えた、参加者様になって、オリンピックが行われた、シドニーオリンピックが行われた、オリンピックパークというすごく大きなオリンピック競技場跡地のコンベンションセンターでやったんですけども、それだけ人が多いと、まあ、火渡りって言って、火の上を渡るワークなんかもすごいたくさんスタッフがいるわけですよ。だから、全体的に、200人のクルーメンバーと、約30人ぐらいのトレーナーとシニアトレーナーが入ってたんですけども、主にお客様を担当するのは200人のクルーだったんですが、そのクルーの中、まあ、オーストラリアの方も多いですけれども、本当に多国籍なんですね。私が覚えている限りでも、パキスタン、インド、それからマレーシア、それからシンガポール、台湾、中国、日本はもちろん、それからあとニュージーランド、アメリカ、あとヨーロッパ圏でも何人かいましたよね。もう聞いたことがないような珍しい国の方なんかも含めて、もう本当に多国籍なクルーなんですね。それで、そのクルーたちが200人いるわけなんですけども、その200人の、クルーメンバーっていうのは、普段例えばもう第一線でコーチをしている人とかすごい多いんですよ。セミナー講師とか、あとビジネスコーチとか、それからあとは会社の管理職の方もすごく多いですし、会社の経営者も多い。つまり、各それぞれのいらっしゃるポジションで、かなりトップを走ってる人たちがすごく多いんですね。で、そんな中にあって、なんと、この200人のクルーメンバーの中で、MVP 賞を、はい、松井コーチが、ありがとうございます。おめでとうございます。皆さんの、ね、マイクはミュートになってるんですけども、こちらから。ありがとうございます。いや、これすごいことなんですよ、本当に。私たち全部英語ですからね、クルーメンバーのやりとりっていうのは。それで、ヒロさん先ほどおっしゃってましたけど、ヒロさんはね、英語圏で、育っているわけではないですから、ヒロさんおっしゃる通り、やっぱり英語にはまだまだヒロさんも不自由を感じてらっしゃるところがあると思うんです。でも、彼のあり方を見てると、もう、英語のスキルとかじゃないんですね。もうね、
もう、そんなものじゃないんですよ。だから、英語のスキルだけ取ったら、私たちは完全にマイノリティなんですね。でも、200人のそのクルーメンバーの中で、私たち今回4人日本人のクルーメンバーがいたんですけど、完全に私たちはもう浮いてるほど、やっぱり目立って、際立ってたと思います。もうそれは言語とかそういうもんではないですね。もう自分たちのもうあり方がもう完全にもう高いステートがっていう感じ。だからヒロさんもあれだけ英語のかなり煩雑な難しい英語のやり取りをしていて、英語の指示が出て、ああ、ここでヒロさんにちょっと通訳でお伝えした方がいいかなと思ったけど、私もちょっと心をコッと鬼にして、ヒロさん頑張れって言いながら、全部は通訳しなかったんですね。だからもうそうなってくるとヒロさんって耳で聞いてるんじゃないんですよ、彼は。もうね、ハートで聞いて理解してる感じがすごいするんです。だから、それを感じたときに、私は変な余計なお世話で、英語でヒロさんに通訳で伝えなくていいってちょっと自分で思ったところがあったんですね。それで、もうそんなよりすぐりの人たちが多い中で MVP を取るってものすごいことなんですよ。本当すごいことなんです。だからもう私は本当に松井コーチのそのもののあり方っていうのをね、尊敬してます。それでその時のお写真をちょっと皆さんにお披露目したいなと思ってるんですけど、いいですか？はい。どうぞ。私の、はい、パソコンの中に入っているんですけど、ちょっと皆さんにその時の、様子をですね、ちょっとご紹介したいと思います。はい。Facebook の中に入ってるかな？ちょっと待ってくださいね。はい。ま、私自身もですね、もう本当に仕事の方に、夢中になって、あんまり今回写真たくさん撮れてないんですけど、まあ、クルーのメンバーってみんながそれぞれ自分が最も皆さんに役に立てるところに役に立とうっていう、意識で皆さんいらっしゃるんですね。なので、中にはプロのカメラマンさんなんかもいらっしゃるんですよ。だから、カメラマンさんが、許可を取って、セミナーの時にお写真を撮ってくださったのか、まあ、なんかもあるんですね。はい。このあたりに入ってますかね、セミナー。あ、このあたりに入ってますね。はい。アンソニー・ロビンズ・シドニーというタイトルで作ってあるやつがあるんですけど、ちょっと皆さんにお写真の方をご覧いただきたいと思います。はい。まず今回の4人のクルーメンバーなんですけど、こちらですね。はい。松井コーチ。それから、隣が私ですけども、私の、皆さんから向かって左隣が、みとりさんといってシドニーのお住まいの方なんですけども、彼女は、私が一番最初に去年のシドニーにお誘いした最初参加者さんだったんですね。まあ、今回クリューで戻ってきてくださって、一番右側の方は泉さんという方で、彼女もシドニー在住の方で、私が去年お誘いした方なんですけれども、まあ、このお二人と、それとヒロさんと私と4人で、ジャパニーズチームということで、200人のクルーの中で参加をしてきました。すごい楽しかった。もう本当に。で、これがいわゆる初日の日に起こる、火渡りと呼ばれている、火の上を渡るものがあるんですけども、まあ一日かけて皆さんがこう、ステートを上げてね、自分のマインドが本当にできるって分かったら、火を熱く感じない、火傷をしないっていうテンションまでこう、アンソニーが持ち上げていくんです。アップしていくんですね。で、これはまだ炎が上がってる状態なんですけども、これを一度、火を、小さくして、いわゆるそのバーベキューをやるときの炭火の状態に持っていきます。赤くこう燃えているけど、炎はこんな高くない感じ。この写真見ちゃうと皆さん驚いちゃうんですけど、これはまだこう炭火を作っている状態の時のものですね。はい。こんななんですよ。ほんと実際3時間ぐらい前までは。で、これをあともう小さく細かなものにして、各火渡りの例に持っていくってことですね。はい。これが、私たちクルーの練習風景ですね。まあ、UPW 出た方は覚えてらっしゃるかと思うんですけど、まあ、火渡りっていうのは、目の前に3メートルぐらいの、芝生の道があるんですけど、そこに800度ですね、炭火の火の温度って800度ぐらいあるんですけど、それをずっとこう、レーンにして並べて、それでその上を素足で歩くんですね。逆に靴下とか靴を履いてると危ないんです。燃えちゃうから。で、素足でそこを渡るんですけども、その時に、まあ、参加者の方って、あっという間にそれが起こるので、周りのことをよく覚えてないんですね。で、しかも暗いですからね。で、私たちクルーは、一つのレーンに、まあ、大体10人ぐらいのスタッフがついて、それぞれが、
役割を持っています。例えば、火を渡る前に力づける人、それから火を渡る前にこの人渡らせて大丈夫かって判断する人、それから最終的にその人のモチベーションをマックスにして渡るまで導いていく人、それから、サイドアンカーというんですけども、安全に渡れるように無言でその人たちを導いていく人もいるし、それから火を渡った後にしっかりと受け止めてあげる係の人もいる。それから、足元見えないですけど、足元のところにかがんで、ホースで水をかけてる人、まあ、いろんな、役割の人がいるんですね。で、そういった役割の人たちを、それぞれもう何回も何回も、練習します、私たちが。それで、セミナーの本線はセミナールームで起こってるんですけども、セミナールームの外では、こういう感じで、その参加者の方が最高の、体験を得られるように、こうしたクルーメンバーっていうのが、まあ、全員ボランティアで、世界各国からやってきています。はい、じゃあ次の写真行きましょう。まあ、これがその写真になります。これ、松井コーチと、日渡り前の、を撮ったら、なんか、心霊写真のような、すごい大写真みたいなのが撮れたんですよね。はい。これは、私たちドアグリーターと言ってね、ドアの前に、立って皆さんにご挨拶する係だったんですけども、これまだ初日の緊張のある感じのお顔だったんですけども、これがね、本当に2日目、3日目、4日目って皆さんの表情が、変わってくるんですね。それで、私、帰るとき、シドニー空港から帰ったんですけど、温泉にいらっしゃるから、一人一人のお顔は覚えてないんですよ。でも、向こうは覚えてくれてるんですよ。だから、空港で荷物チェックインとかしてると、あなた、クルーの人よねって、すごい声かけてくれて、みんなやっぱ覚えててくれて、そういうところもすごく感動するし、セミナー終わってから、すごく縁が深まりますね。まあ、松井コーチもそうですし、今回、はい、ジャパニーズクルーもそうだし、セミナー中はやっぱりみんな必死だから、その期間では、深く、つながる時間がないんだけど、終わってから本当に生涯付き合えるようなお友達として、縁が深まっていくっていうのを感じます。うんうん、はい。それから、松井コーチが、MVP を取ったのプラスですね。松井コーチが、あれなんですよね、すごいポジションにいたんですよね、今回。あの写真あるかな？最後、3日目の日にアンソニーを見送るときに、はい、私たちクルー全員が、ステージに立たせてもらえるんです。それで、アンソニー・ロビンズが最後、そのクルーの花道の中を通っていくんですけど、松井コーチ、あれですよ、アンソニー・ロビンズの隣にいましたよね、あの日ね。はい。真横でした。真横にいらっしゃいましたですね。はい、で、それが後ろのすごく大きなスクリーンに、アンソニーが映し出されてるときに、松井コーチが、その状態で映し出されて、ものすごい大きな顔で、後ろのスクリーンに、なんですよね。後ろの百太郎ってわかります？昭和時代の方は。背後霊、アンソニー。そんな感じで映ってたりとかしたんですけど、ちょっとその時のお写真があるかなと思うんですけども、どこ行ったかな。私、投稿が多いんでね、すぐ、これクルーの集合写真ですね。はい。はい、懐かしいですね。懐かしいね。もう、クルーマイスで参加してた人とかね、いらっしゃいましたよね。このあたりですね。このあたりの写真ですね。はい。これ、マイクランナーチームですね。私もかつてマイクランナーをやってましたけども、マイクランナーって本当にもう、マイクをいち早く安全に素早く渡すってことが、もう彼たちのミッションなんですね。で、こんな感じで、ロビンズ、ここいますね、ロビンズね。はい。はい、ここですね。はい、ここ、ヒロさんが、ここですね、ここ。はい、そこです、そこです。アンソニーの隣にいましたですね。はい、私は結構、一番後ろにいたんです、その時、舞台の。でも、アンソニーが帰り品に、ギュッて抱きしめてくれて、チュッてキスしてくれたんですよ。私、ほんとラッキー。はい、で、これ、クルーのメンバー。あ、これ、アンソニーが、退場していくところですね。うん、こんな感じで。全員にハグはできないんですけど、何か思うところあってやっぱハグしてくれる。私2回目なんですけど、ハグしてもらったの。本当に大きくて、ライオンに抱きつかれたみたいな感じの、胸の幅がすごく広くて。これクルーの仲間のメンバーですね。みんな本当多国籍で、いろんなところから参加してくれていますね。はい、懐かしい写真。これ三鳥さんとドアグリーターやった時のやつですね。はい。で、クルーはクルーのコミュニティっていうのがあって、クルー同士でやり取りのできる、Facebook の秘密のオンラインのお部屋があるんですけど、もうすでにリアルシェア会なんかも各地で行われて、私も先週日曜日行ってきたんですけども、これからやっぱりどんどん付き合いが濃くなってきます。だから、クルーって、なんかね、いとこみたいな感じで、夏休みの旅行で、親戚いとこが集まったっていうような、そういうすごい懐かしいファミリーになってきますね。
はい。ということで、松井浩二、あっという間に、前半の30分が過ぎてしまいましたので、今度、一旦ですね、このお電話の方ですね、一旦ここで休憩を挟みまして、はい、一度、皆さんの方にも休憩を取っていただいて、後半は皆さんのマイクの方をオンにさせていただいて、皆さんの感想とか、それから皆さんがアンソニー・ロビンスに参加した後の、ね、ストーリーなんかをぜひ私たちの方に聞かせていただきたいなって思いますね。ぜひぜひぜひ。それでは、皆さん、はい、楽しみです。一度、ね、楽しみね、ほんとね。どんなお話ができるか。うん、楽しみです。ね。はい。はい、では、ここで一度、5分ほど休憩を取りたいと思います。はい。今、時刻の方が、10時33分ですので、はい。では、5分後ですね。5分後に。日本時間で9時33分ですね。あ、そうか、今9時33分ですね。うん、はい。はい。では、5分後にですね、もう一度、同じ方法で、ログインをしてきてください。ね。それでは、皆さん、ここで第1部の方は、終了としますけど、後半は皆さんが主役になっていただきますので、松井コーチ、引き続き、後半の方もよろしくお願いします。はい。こちらこそ、よろしくお願いします。はい、それでは、一体回線の、はい。それでは、松井コーチ、第2部もよろしくお願いいたします。はい。よろしくお願いします。はい。はい、前半はですね、私たちの9月、推薦立て行いました、はい、アンディスタワーウィズンというストーリーに行われました。うんうん、はい。はい、はい、セミナーの、ご報告を兼ねて私たちの中で起こったことなどをお話しさせていただきました。うん、はい、後半はですね、はい、私、今回で7回目ということで、2014年のアンソニーのジャパンフェスタから、ロンドンとかフロリダとかですね、シドニーとかポートコーストとか、様々な、会で知り合った、ご縁のあった方たちが今日入ってきてくださっているわけなんですけども、はい、はい。ということで、各々、どこで受けたかとか、いつ受けたっていうのはね、皆さん違うと思うんですけども、ここからは、ぜひ、ご参加者の皆様にですね、お話を伺いたいなと思っております。はい。はい。はい、では、どなたかシェアなさりたい方いらっしゃいますか？はい。シェアしたい方いらっしゃいますか？ちょっとマイクの方をオンにしてみたいと思います。はい。実はね、これね、手を挙げるっていうね、操作もできるんですよ。はい。で、手を挙げると、皆さんが、はい、私が意見言いますっていう操作もあるんですけども、はい、今日は今一旦全員の方のマイクを、ミュートを解除しています。はい、どなたかシェアなさりたい方いらっしゃいましたら、こんにちは、こんばんはから入ってきていただいてよろしいでしょうか。どうぞ。こんばんは。はい。西村さんでしょうか。西村さん。はい。はい、西村夫妻。では、西村夫妻、お願いいたします。お、出てきた、出てきた。はい。どうぞ、お願いします。あ、若井さん、久しぶりです。お久しぶりです。松井コーチ、MVP、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。はじめまして。はじめまして、どうも。木村正信と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。アンソニー、若井さんとの出会いが、そこから話すかって あえてこのあたりから、2014年の12月ですね、フロリダであった DWB、 そこで初めてマッカイさんとお話をして以来の友達ということになるんですけど、その前に僕は一方的にマッカイさんのことを っていうのが2014年の4月ですね、アンソニーの初来日セミナー、あ、幕張ですね、幕張の、はい、その会場でアンソニーに質問されたときに一番最初に手を挙げて当てられたのがマッカイさんやったでしたね、そういえばね、それが後ろのスクリーンに前の方 の席 で私は君はなぜここに来たんだいっていう問題だったけど、それに対する答えが、私は人生最高なの。もう、人間関係も家族関係も最高。でも、もっともっと良くなりたい。答えだったんですよ。それも全部英語で。ああ、でしたね。英語で、アンソニーが英語で質問したので、通訳する前に、ダイレクトに分かれたが、買って手を挙げられたっていうのもあったそうなんですけど、その一番に当てられたその人っていうのがすごくインパクトがあって、うん、思ったのが、うわ、この人こそ人生の成功者そういうイメージだったんですよ。もうなんかスラッとしてピンクのトレンチコートが似合ってて
覚えてますね。で、もう英語ペラペラで、で、聞いたらゴールドコーストから来たっていうことをおっしゃってて、なんだこの人って。もうこの人とは一生自分は、関わることはできないかなっていうのが、そうです。あ、なんかちょっと雑音がすごく入ってます。うん、どうぞ続けてください。はい。まさかその人が翌年の自分の結婚式に来てもらえるなんて、誰が思うのかって、うん。おー。そうでしたね。そうですよね。っていうところで、UPW には2010年の6月に、三ノ瀬ですね、三ノ瀬の会場に、出していったんですけども、その行った理由っていうのが、LINE セミナーの時に DWD の参加を決めまして、うんうん、DWD が12月にあると、で、いったん DWD に行くのもどうかなと思って、その前に UPW に行った方がより学べるんじゃないかなっていう気持ちで、それで、6月に UPW に行くことにしたんです。まあ、ファイヤーウォーク、まあ、メインテーマなんですけど、めちゃめちゃ暑かったですね。やけどを確かなさったんですよね。そうなんですね、思いっきりめちゃめちゃテンションが上がって、でのしのしとこうファイヤーウォークの外の会場まで歩いていきましたね。うん、テンション上がりすぎて、もう腰の気がついて、気がついたら前から10番目ぐらいやったんですよ。結構前の方ね。結構前の方にいろんな人抜かしていったと思うんですけど、骨のしのし歩いていったら前から10番目ぐらいで、でもいざ渡る時になって、でスタッフの人がですね、来た時に、なんか聞いたらめちゃめちゃいっぱいいるんですね。それ今聞いて、うわ、すごい、こんなにいるんだって思ったんですけど、トークの時にすぐ横にいてくれる人、いますよね。で、はい、その人に、もう、イエス、イエスって言って、うん、その時に何か言われたんですよ。何か言われて、はい、で、英語わからんから、何一瞬思ってしまったんが、あかんかったかなと思うんですけど、そうか。それで、まあまあ、ええわと、もうここまでテンションするからっていうので、右足が、全然暑くなくて、うん、うわ、すげえと思って、うん、左足バーンって行ったら、じゅーだ。暑いじゃん、ちょっと暑いって。うわ、これマジかと思いながら、あとはもう根性でなんとかもう歩いて、3メートル歩いてですね、で、これは暑かったぞと、足の裏にさ、まあ、やけどしてるんですよ。ブルーロンって言ったらね。で、そっからなんですよね、そこから自分は、なんでやけどしたんだろうか、気合が足りんかあかんかなって、いろいろ考えるんですけど、いや、自分の挑戦はここからやと思って、このやけどをステートで直してやると、思いながら、その日、寝たんですよ。次の日の朝には、そのやけどがきれいさっぱりなくなって。てまして、その体験って本当に、やけどしてよかったんかな、後から思って、逆にね、渡れてしまってた以上に、やけどすることによって、あそこから自分は学ぶためにやけどしたんかなっていうふうに、素晴らしい、すごい、それでその後の人生がすごいんですよ、もう西村さんが、そうですね。どういう状況ですか、今。はい、そうですね、来日セミナーから UPW、DWD と、この当時付き合ってた彼女と一緒に行ったんですよ。もう、来日セミナーの時は、行く時まで、彼女はアンソニー・ロビンズっていう人を知らない状態。僕はずっと本を読んでて好きだったんですけど、彼女は、アンソニー・ロビンズって誰それっていう状態で、ただ、なんせチケット代が結構しますので、すごいですね、なので、僕が、なんなら変なものに
騙されてる、うん、でそれを、はい、私がついていってあの、やばいセミナーやったら、もう絶対指摘されてるっていう、斬新的なところで、一緒についてきてもらったみたいな感じですね。うんうん、あの絶対壺を買わされるんちゃうかって思ってたらしいんですけど、うんうんうん、で実際行ったら、はい、まあ、まあ、彼女の方がハマったというか、はい、やっぱり、うん、あの本ずっと僕大好きで本読んでたんですけど、うん、絶対に分かりえない、うん、なんていうんですかね、もう本音がドカッとくるっていうか、うん、もうその場にいてよかった、生まれてきてよかったっていうレベルまで、うん、まして、はい、それから2人で一緒に DW に行こう、一緒に UPW に行こうっていうことで、3つとも、あの、うん、彼女と2人で、あれですね。はあ、素晴らしいですね。もうバーッと一直線にね、来ましたもんね。それから DW に終わってから、うん、すぐに彼女が席を入れまして、うん、それからというものを、仕事から、住むところから、うん、人間関係、周りの人、付き合う友達、うんうん、全部変わりましたね。だから何が変わったって言われたら困るぐらい全部変わりました。うんうん、はい。素晴らしいですね。うんうん、結果的にあの結婚式の時に、うん、知り合った人が2テーブルぐらいあるみたいな状態に。あ、そんなに、そうなんだ。へえ。あの、とにかくもう何が変わったって聞かれるのは困るぐらい、もう人生全部が変わりました。はい、すごいですよ、あの、うん、バリーでしたっけ、うん、あのロイヤルファミリーそうですねの方に、うんうん、僕は会いに行くっていう、ね、あの、うん、王子様にアポなしで会いに行ったっていう、うん、アポなしであの UPW から帰ってすぐだったと思うんですけど、うん、とにかく怖いものなんてないからないよね、はいはい、で、まあ、前日に知り合いの人が、うん、あのバリーの王様のお妃様として嫁いだ方がいるっていうのを知って、うん、まあ、じゃあ行こうって思って、まあ、その思う時点で大抵ね、うん、あの、うん、青ちゃんだって思われるんですけども、なんか、それもよあの当時の彼女と今の嫁さんと行ったんですけど、うん、あの全然青ちゃん行こうかっていう、もう電波少年さながらみたいな相手はロイヤルファミリーっていう、そうですね、あのアポなしで、ロイヤルファミリーの王妃様に会いたいみたいな感じで、でもう弾丸で行って、もう行って初日にタクシー飛ばしてもらって、うん、もう顔写真と名刺だけを頼りに、この人、この人って、もう言葉も通じなかったんですけど、とにかく写真見せまくって、うん、で、結果的に会えたっていう。うん、おー、すごいね。すごいね。あ、やったらできるなっていう。なんか行動がすごい軽やかで、本当に具体的で積極的でいらっしゃいますね。ああ、なんかね、うん、あの、自分からしたら普通なんですけど、周りからしたらね、ね、いや、そんなアホやでってよく言われるんですけど、いや、なんかね、それって結局は制限してるだけなんじゃないのっていう。うんうん、だからほんまによっぽどあの自分で勝手に制限、うんかなっていうのがめちゃくちゃ分かります、うん、あの一歩踏み出すのをためらってた、ええ、踏み出してしまったらあむっちゃ楽しいのに、うん、なんかあの踏み出すことに対して何か気をつけて自分を正当化して、うん、で今ここにいるのがベストなんだっていう言いながら毎日我慢してる、うん、実際そういう生活をしてたので、うん、いや自分の今を本当そういう感じだったので、うんうん、だからそこからあの脱出させてもらったそのきっかけがアンソニーだったっていう。ですね、あの非常に分かりやすい数字で出すと、うん、ビジネスの売り上げがすごいことになってますよね、今ね。うん、ああ、そうですね。なんかすごいですよね。え、まあ、あの自分ができると思ってなかった仕事っていうのがどんどん来てるというか。うん、あの、まあ、仕事はあの実家が着物の染めをやってるんですけど、あ、うん、はい、あの今京都に住んでるんですけども、うんうん、その着物を通してそれを海外に展開していく、
まあ、国内はもちろん、やってるんですけども、それがあのホテル一軒丸々全部あの、衣装をお願いしたいとか、あの、銀座のここのお店にとか、あのもう周りの人を伝って、その仕事の、依頼っていうのもいただくようになって、ですから、全部変わりましたかね。すごいですよね。海外のドバイとかに、あの、ハンドが広がったりとか、それからそこのロイヤルファミリー、学校、このロイヤルファミリーもそうですけども、今度銀座で、その京都の、西村さんのところの着物がね、展示してもらえて、皆さんに銀座でこう見ていただけるとかですね。あの、本当に、もう本当に私は西村さんとはつかず離れず、いつもこうして、あの、定期的にお話しさせてもらってるんですけど、この人ほど本当に全く違う人になっちゃった人って珍しいかなって思うんですよ。それで、その、やっぱり彼のね、変化の仕方で、どんなことがやっぱ起こってるかっていうと、私もちょっと不思議な体験をしたのは、あの、西村さんのところで染めている着物ってすごい独創的なんですよね。それで、もう本当に2つないだろうっていうような珍しい柄なんですよ。あの、私の、Facebook のところでも見られるんですけど、炎の着物なんですよね。あの、ごまの火がこう、バーッと着物に描かれて、あれの着物なんですけど、あの着物を、はい、今まで2回着させていただいたんですけど、ちょっとなんだろう、着物の性っていうのかな、その着物に、着物ってもちろん物質なんだけど、それを身につけた途端に、私が着物の性になってしまって、着物が言いたいことを私が話してるみたいな体験を、本当に不思議なんですけど、するんですよ。だから、その、着せていただいてお写真を撮らせてもらって、そのお写真とかも、まあ、いろんなところに多分行ってると思うんですけども、あの、着物が多分私を使って世界に、あの、行きたかったっていうか、世界にいろんなところに旅したかったのかなって、今ちょっとそんなことをふっと思いますけどね。本当に素晴らしい。あの、奥様は今日はもうお休みになられてるんですか？そうですね、はい。はい。ね、奥様も本当素敵な方で、あの、フロイダの時に私たち、お会いしたんですけれども、あれ、逃げられない状況で彼は私に出会ってるんですよ。もうあの、その日、2日目かなんかで、リレーションシップの日かなんかだったかなと思うんですけど、私たち一番後ろの席だったのね。もう私もやる気満々だから、その時まだ男気満々だったから、あし一番上取ってくぞみたいなテンションで言ったら、あれ、あなたたちのチーム一番後ろですみたいな感じで、で、私は一番後ろから、その一個前だったんで、西村さんたちはもうほんとどん詰まいの一番後ろだったんですよ。それで、なんかの機会に、はい、じゃあ近くの人とシェアしてって言った時に、もう私たち離れ小島みたいな感じで8人ぐらいだけ、なんか離れ小島に、ね、座ってたんですよね。で、周り他の、あの、メインのチームは ほとんど他のところに座っちゃって、私たちほんと寂しい小島にいたんですよ。それで、じゃあシェアしてって言った時に、パッと後ろ向いたら、西村さんがいて、ガッて引いたんですよ、最初。ビクーって。そう、うわーみたいな感じで。それがきっかけでね、あの、仲良くさせてもらって、本当に彼の人生が本当に根底からもう全く違うものになっているのを目撃させてもらっている一人です。だから本当に彼の毎回お会いするために、あの、どんどんステージが高くなっているからね、どこまで行っちゃうのかなっていうのをこう見させていただくの本当楽しみです。また、あの、そのホテル丸ごとね、全部、はい、衣装の発注いただいて、ここのお家の着物はね、あの、高いんです、とっても。お値段高いんですよ。それをホテル丸ごと1個って皆さん大体どれくらいの桁のすごい発注が来てるかってことですよ。それくらいすごい。それが超高級な、あの、伊勢に新しく建つホテルなんですけども、もう本当にすごいことなんですよ。だから、もう本当にこの方って、あの、お金だけじゃなくて、人生も全てがこう根底からね、変わった方です。本当ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。それでは、続いていきましょう。西村さんもまた引き続きね、ご参加お願いします。続いて皆さんのマイクの方、一回アンミュートしたいと思いますけれども。はい。それでは、続いてシェアなされたい方いらっしゃいますか？はい。こんばんはからお入りください。どうぞ。あ、こんばんは。はい、こんばんは。どなた様でしょうか？安倍です。あ、安倍さん。はい、安倍さん、こんばんは。どうぞ。お久しぶりです。お願いします。こんばんは。です。はい。その後、いかがですか？その後、あ、UPWD ですかね。この前、ゴールドコーストでやった。ゴールドコーストでね。はい。あ、ちょっ
なんか雑音が入るので、ちょっと一旦他の方アンミュートにしますね。安倍さん、そのままいてくださいね。はい。はい、他の方、ちょっとアンミュートにしますね。ミュートにしますね。安倍さん、そのままお話し続けていただいて大丈夫です。はい。はい。あの、マッカイさんとはあれですね、去年 の、 あのロンドンであった UPW から。はい、そうです、そうです。うん。マサさんの、リーダー、今年のあの、ゴールドコースの GWD から一緒で。はい。はい。で、自分はあの UPW 出た理由はですね、うん、なんかどうしてもこう自分の中にある不安とか恐怖っていうのをなかなかこう消そうと思っても消せないっていうか、どうやったらこう、うん、そこにこう、うん、超えられるんだろうっていうのがずっとあってですね、それを超えないとなんていうかな、もう一つ上に行けないっていう、なんかその進めないところがあって、うんうん、でそれであの去年 UPW に行ったんですけど、うん、まああれかなり、まあ自分はあの会社員やってるんで、その、そもそもロンドンに行くっていうだけでもだいぶこう。だいぶ遅かったもんね。あ、一週間前ぐらいまで、ずっとキャンセルしようかと思ってたんですけど。それぐらいちょっとこう、迷いながら行ったんですけど。でもその、UPW に行った中で、アンソニー・ロビンスに、まあ、教えてもらったのが、自分は勘違いしてたんですけど、その不安とか恐怖に勝てるもんだと思ってた。超えられるし、そんなものをこう打ち砕いて、そんなものを感じれなくなるような風になるんじゃないかっていう期待を込めて言ったんですけど、うん、でもその場でアンソニー・ロビンスが言ってたのはですね、うん、一緒にダンスを踊るよりじゃん。ああ、ありましたね。はい。あった。不安と恐怖とダンスするんだな、うん。あったね。ありました、ありました。寄り添ってみたいな、うん、それですごい自分は大きな勘違いをしてるところに気づいてるんで、うん、そうなんだって、自分が不安とか恐怖を乗り越えようと勝とうとする限りは多分、うん、一生そこに、居続けるなんて超えられないなっていうのが分かってる、うんうん、そこがすごいこうあったのと、あとはその後のリケインズプロセスが3日目。はい。来ましたね、3日目にね。3日目ですね。3日目ね。泣き叫ぶっていう大人たちがね。かなりこう、パンチの効いた人ですけど。あれでもう本当に、自分の中覚悟ができたというか、決断ができて、絶対やってやろうという気持ちが起きてですね。で、それまでは自分は会社員にやってるから、それ以上、まあ、要はもらってる給料以上のことをどう稼ぐ手段もないし、うん、それが なんかできないかなって、自分でもっとこう、自由にお金を得られるような、自由な時間を得られるような方法がないかなってずっと思ってたんですけど、うん、それをですね、やっぱあれを受けたおかげで、なんですか、うん、達成してやるっていう気持ちが、うん、究極に強くなったやつです。素晴らしい。で、それから、何ヶ月かな、4ヶ月、5ヶ月ぐらいしたときに、こう、うん、自分で、輸送ができるようになってるんです。そうなんですね。で、うん、そのことは自分は、思ってもみなかったんですけど、それは仕事しながら合間に1日、1、2時間ぐらいなんですけど、うん、で、年末ぐらいにはもう世界中にいろんなものを輸出できるようになって。うん、ねえ、すごいですね。うんうん、で、それをなんでどうしてもやりたかったかというと、やっぱり DWD に行きたいなってことだったんです。あ、それがモチベーションになってたのね。それでね。あ、でも金がない。100万円もないぞって。うん。UPW 申し込んだときも自分の多分さ、貯金に自分で使えるお金3万円ぐらいしかなかったんですよ。わかります、わかります。DWD 行きたいと思った時も、100倍はもうまずないけど、1桁ぐらいしかなかった。でも絶対行きたいと思って、うんうん。で、そこを UPW 行ったことで超えられて、うん、自分で今でも何ていうんですかね、要はお金をコントロールすることができるようになって。ああ、素晴らしいですね。うん、それでついにこの前、DWG にゴールドコースをですね、うん、行くことができて、はい、パサーさんにお会いしてきて、はい、もう熱い抱擁を熱い抱擁を、もう忘れません。で、先ほど西村さん話していただいて、はい、自分もですね、何が変わったかってもう本当に
人間関係、まあ、家族との関係もそうですけど、周りの家族の、うん、家族、子供もこう夢を見つけて、それに、向かっていけるようになった。素晴らしいな。はい。全然、こう、感動する。あれに行かなかったら、ちょっと自分は本当に危なかったなっていうぐらいの。うん。うん、なんで、子供に対しても、こう、ただ勉強して進学して、いい大学行ってとか、そういうふうな思想をちょっとその前まで持ってたんですね。ユーピダルビック。なんで、ね、いつもこう、喧嘩というかですね、子供にこう、叱ってばかりいたんですけど。で、それ言った後にこう、子供に何ですかね、夢をこう、子供の夢って何だろうって思って、それを、一緒になって見つけて、こう、なんか叶える応援ができないかなと思って。わあ、いいですね。まさに寄り添ってるんですね。寄り添ってるね。本当ですね。で、それで、まあ子供、一人は高校3年生で、もう一人は中学3年生なんですけど、まあ二人ともその、夢を見つけることができて、上の子も、大学じゃなくて、自分がやりたいことをやるっていう、絵描きになりたいという、イラストレーターになりたいというね、そこの、いろんなところに一緒に行って、今でもこう、そこに通ったりするんですけど、で、こう、するとなんかすごい絵の才能があるんだなってことに気づ、今までそのこと気づいたことなかったですけど、なんで、本当に危なかったですよ。行かなかったらそういう子供の才能を潰して、とにかく勉強して、しっかりと大学に行ってみた。その本当に子供が持ってるっていうことを、その才能っていうのを全部なんか、ダメにしちゃうところだったなと思って。すごい危なかったですよ。いえいえ、素晴らしい。危なかったなってことが結構たくさんあってですね。うん。それもなんか運命というか、なんかこう引き寄せ、なんか引き寄せられたのかもしれないですけど。いやー、素晴らしいですね。マッカイさん、いいですか？私、話して。どうぞどうぞ。いやー、安倍さんのお話伺ってて、本当によくある話なんですけれども、本当に安倍さんの心の中の枠がポーンって外れたからこそ、お嬢さんの中のなんか夢だとか可能性も一緒に外れたのかなっていう感じをすごい聞いてて、思うんですね。で、このお金のケースっていうのは実はね、安倍さん、私も全く同じで、私も一番立ち上げて、お金が最もない時に DWD のオファーが来たんですね。はい。で、お金がない、お金がない、もうお金がないからできない、溜まってからやるんだったんですけども、はい、でも、本当に行きたいと思った時に、そのことを超えられるんですよね。はい、そうですね。うん。で、実際どう超えたかというと、ちょっと時間がなくて、あれですけれども、でも超えて本当にそのことを選んでチャレンジした時に、私も100万円実は借金していったんですね。で3年かけて実は返すという返済計画を立てたんですけども、はい、結果だけ言うと DWD 終わってから2ヶ月で返しました。おお、これが、はい、でも何かそれくらい大きなブレイクスルーとお金に対する考え方っていうのも変わってくるんですね。あ、で私が一番その中でも学んだのはお金イコール自尊感情なんです。あ、自分で自分のことを大切に思う気持ちが大きければ大きいほどお金のエネルギーも引き寄せてくるってことも学んだんですね。あ、それありますよね。ねえ、マッカイさんね。本当それあります。で、今安倍さんのお話聞いててね、すごくいいお話だなというのと、きっとこれからなんか DWD 受けたい、UPW 受けたい、でもお金がって言ってる方に対してとってもいいモデルになっていかれるんじゃないかなっていうのをすごく感じました。マッカイさん、ありがとうございます。いや、その UPW 行った時もいろんなところじゃないですけど、お金、時間を言い訳にするなっていう、自分にとっても挑戦であったんですけど、こうそれをもう絶対言い訳しちゃダメなんだって、こうやってみようと思って、素晴らしいです。本当に素晴らしいです。素晴らしい、素晴らしいです。で、はい、DW にいて一番本当にブレイクスルーできたっていうのは、5日目にその自分の過去にあった嫌な思い出を思い出し、その先にある、こう、その前にあるんですかね、いい思い出を。で、その中ですごいこう、ブレイクして、人生であんなに人前で泣いたことはないっていうぐらい、ちょっと涙が出ちゃってですね。あ、5日目ですね。こちらの方もそうでしたね、そういえば。はい。もうちょっとどうしちゃったんだ、俺はね。
でもやっぱそれがやっぱ今、うん、あの自分40歳なんですけど、はい、40年間ずっと引っかかってきたものだったんですね。ああ、そうだったんですね。で、まあ、そのお金とかよりも、もっと大切なものを発見できましたし、うん、いや、確かにそうですね。お金言い訳しちゃダメなんだなって思いました。でも、それによって、本当になんか今自分がやりたいこととか夢も叶いましたし、この前もあの6月にあの100キロ、アロマ湖を観光して、はい、うん、すごい。絶対にこう無理だって思う中でも、そういうことがやっぱりこうできるというのはマインドだなって、こう、いうふうに思いましたね。なんか、昔だとお金持ってるからだろうとか、昔からそういうことやってるからだろうかとか、はい、どうせ時間があってみたいな余裕があってやれるからだろうと、自分に対する言い訳を結構してしまったんですけど、はい。まあ、それをなくなって、こう、自分の制限が取れたことで、いろんなことが思い切って、こう、できるようになって、まあ、お金とか時間とかですね、そういうものをすごくこう、得られるような、まあ、人間関係がでも一番あれですね、その、よくなりましたね。もう周りの人に応援されながら。一番大きいところですよね。そうですね。それは本当に、お金には代え難いな、というふうに思います。いや、もう、こうやって、ハサさんとかマッカイさんにお会いできて、はい、本当に良かったです。本当に私たちも良かったですよ、本当にね。ありがとうございます。うん。志村さんのシェアもすごいこう、志村さんね、心に響きました。ありがとうございます。親切だもん、彼は。本当にね。はい。はい。ありがとうございました。またね、お会いしましょう。それが日本か、まあ、ね、アメリカか、必ず、わからないです。また、お会いしに行きます。またぜひお待ちしてます。私たちはもういつも必ずシドニーゴールドコースト、はい、シドニーゴールドコースト、絶対に行きますので、はい、はい、私たちも日本に行きますので、またぜひお会いしましょうね。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。阿部さんでした。はい。ありがとうございます。まあ、お金の話はやっぱりよく出てきますよね。お金に制限があるって話が出てきますよね。はい。もう本当に松井コーチもね、お金のことでは本当にいろいろ制限があった方ですけども、今本当にそれを乗り越えた方って、なんだろうな、翼が生えた感じね。だから、本当に翼が生えてるから、すごいフィットワーク軽く、今回もアンソニーのセミナーシドニーであったんですけど、シドニー終わった後に日本人の方向けの松井コーチの自尊館長のセミナーをシドニーでやって、その後、ゴールドコーストにも行くよ、行ってあげるよって言ってゴールドコーストにも寄ってくださって、で、私の地元の方でセミナーしてくださってっていう、そういうことももうできちゃうんですよね。もう貢献に生きてる方って、そういう感じ。だからお金よりも、もうお金っていうそのものよりも、なんか体験に価値を置いてるっていう、生き方になってくるのかなと思いますね。はい。だって、ね、もう本当楽しいお時間はあっという間でですね、もうあっという間にもう、お時間がやってきたんですけども、一度ここで、回線の方を先ほどのようと同じようにお切りして、最後、まとめをしてですね、あと花島家の、もう、あれで、三兄弟は寝てしまったんでしょうか。一度回線を切って、もう一度、つなぎますので、最後まとめをして、もし花島さんのところのね、世界の未来の宝の大輝くんが起きてたら一言、いただければと思っています。では、短いブレイクになります。1分間のブレイクになりますので、1分間ブレイクした後にもう一度同じ方法で入ってきてください。一回ね、録画を保管しないといけないんですね。はい。ですので、一度ここで切って、1分後に皆さん同じ方法で入ってきてください。やっぱり、ご自分の人生の振り返りに使っていただきたいなというふうに思ってます。うん。なんかまた応援したいですね、そういう皆さんをね。ね、一緒に成功したいね。悔いになるいいことがいっぱいありますよね。例えば、アンソニーの匂いが近くで嗅げるとか。はい、ああ、ね、そうですね。ありますよ。結構アンソニーはいい匂いがします。うん、はい。うん、ね。それとね、もう、使われてる会話の、ね、内容が全然違います。違いますね。全然違います。1個だけ例を挙げると、大体聞かれるんです。君はなんでクルーをやろうと思ったんだいってみんなから聞かれます。で、私ある時こうやって答えたんですね。いや、私は、22の時、引きこもりで、2回自殺未遂死して、親子関係が悪くてっていうふうなことをずっと言ってる時に、あるクルーが言ったんですね。パーストって言ったんですね。それは過去だって、ね、パースト、過去だって、もうこれ、今の君は違うだろって、これからどうするかっていうことだろって、そこに向けて一緒にやっていこうよ、レッツトゥゲザーって言われたんですね。もうそれが今でも忘れられないです。
あ、全然その意識の高い人たちって向けてるフォーカスが違うって、うん、でもそんな中でこう一緒にやっていける私たちの空間って本当に最高でした。本当ですね。で、ぜひね、そういう空間に皆さんを招待するようなちょっと語弊があるけど、うん、一緒にやっていきたいなと思いますね。ねえ、あの、はい、もうあれですよ、あの10代の大輝くん、はい、もうぐんぐん伸びてきてますから。起きてますね。もうあと何年かですよね、彼がね、あの、はい、参加できるの。もう彼なんか、ね、あれだもん、ユースプログラムっていう、その、はい、そう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 、プログラム、飛び越して大人の方来ちゃってるので、うん、飛び切りみたいな感じですよね、うん、本当に、小学校からいきなり大学院に入ってるみたいなところがある人なので、あの、最後にぜひ、あの、ね、あの、初めてお会いする方もいらっしゃるかもしれないんですけども、花島家のですね、あの、長男さんの大輝くんをぜひご紹介して、今日のまとめとさせていただきたいと思いますけど、花島家の皆さんとマイクつながっておりますでしょうか。はい、はいはい、では、マリーさん、お母さんのマリーさんと大輝くんの方にマイクの方をお渡ししますので、ぜひあのシェア聞かせてもらえますか。一応テスト中が言う、言って言って、あ、ちょっとこの子テスト中間テスト前だった、あの入ったり出たりになっちゃっててごめんなさい、はいはい、この時間まで、はい、起きてるのは勉強も兼ねてです。もう中学生なんですね。中1です。テスト週間、もう中学生になったんだ。そうかそうか、勉強も頑張ってるね。はい、ね、どうですか大輝くんの話、皆さんあのお聞きしたいと思ってますから、どうぞ。もちろんもちろん、ぜひぜひぜひ。何を話したい、どんな試合があったんですか。あ、そう、テストの勉強してたからね。あの、大工くんがアンソニーに出会って、どんなことがあったのかっていうのを大人の皆さんに教えてもらっていいですか。まあ、結構、なんて言えばいいんやろ。まあ、ちょっと待ってや。何て言えばいいかわからない。どうしたらいい。あれ、パニック状態だった。焦ってんの。この私はこの自分家の子供しか見てないからわからないんですけども、あの、他のお母さんたちが悩んではるような、なんかや、なんて言うんだろう、うん、何々ができないとか、あの、やろうとしないとか、そういうことではあまりこの子たち悩まずに、あの、大輝はまあ兄弟で一番上っていうのもあるんですけども、あの、下の子たちがそんな無理やわとかできへんわって言ったら、あの、なんていうかな、言葉から変えなあかんでとか、うん、あのコーチングだよね、すべて。すごいね。クラスの言葉ばまあ、をすごいかけてくれるんですね。で、私はちょっと今回縁があって、あの、松井コーチにあのコーチングの勉強をちょっと習い始めたんですけども、はい、あの、まあ、家に帰ってこう大輝と話してると、大輝にコーチング、気づいたら大輝にコーチングされてるような。すごいね、お母さんに。すごいね。で、まあ、でもこの子はこの子で、あ、僕もコーチングされてるって言ってて、なんかこういい感じなのかなっていうのは、あの、日々感じてます。あんまりこう喧嘩をしないな、なんで、あの、言い合いはします、あの、親子なんで、ちょっと腹立つことはあるんですけども、それ以外はもうどっちもが、あ、これって今こういうところに自分の感情がいってるからか、まあ、意味付けだよねとか、なんかこう、共通言語がすごく増えたので、こういう関係、ちょっと偉そうですけど、こういう関係の親子とか、こういう感じのポジティブな子供とかが増えたら、すごくなんかこう、みんな楽しく生きれるんじゃないかなとか。うん、日本全体がいいエネルギーになって、それがなんか世界に発散されていくようなイメージが。大輝くんを見てると思いますよね。本当にね。私ね、大輝くんがね、動画配信してるのをね、何回か見たことがあるんですよ、私。うん、あの、一人しゃべりで、あの、メッセージを送っているんですよ。うん、それでね、うん、私、インターネットの仕事をしてるじゃない？インターネットで、あの、セミナーとかしてるじゃないですか。それで、
この人の特定の人に向けてメッセージをしたっていうわけではないんだけど、何か自分の、あの動画で話しますよね。そうすると地球の裏側にいる人がそれを聞いてものすごい感動してくださったりとか、それを聞いたからこそなんか自分の人生がもう一回加速し始めたっていう、あのお話を聞いたりすることがあるんです。それで、あの大工くんも多分あの動画から大工くんの全く知らない人がものすごく勇気づけられたりとかね、それからあの人生がなんか変わっていくきっかけになるようなものを、もうきっとあなたはそれをあのしてるんじゃないかっていうふうに思いました。で、私は何十年もかけて大人になりまして、今の年齢にいて、もううちの娘は大学生なんですね。で、その11歳の小学校の頃からそういうことができている大輝くんが私と同じぐらいの年齢を重ねた時って、この子はどうなってるんだろうって思うとすごい楽しみなんですよ、本当に。だからね、あの大輝くんのような方が本当にたくさんのこと方にいい影響を与える、多分そういう使命をあなたは持って生まれてるんじゃないかって本当に思うんですよ、うん、ね、うんうん、はい、じゃあ一言皆さんにメッセージどうぞ、うんうん、ちょっと思いついたんですけど、はい、この日はあの時間の使い方が上手になったなって自分でも思うようになって、うんうんうん、第一領域、第二領域、第三領域、第四領域の緊急と重要ではない、重要度の、うん、あの、こういう、マトリックスがあるんですけど、うんうん、の重要で緊急ではないっていう、一番重要な場所、うんうん、それが結構できてきたなって思います。うんうんうん、あの、パサーに教えてもらったやつを、また自分なりにアレンジして、第一に、うんうんうん、そこの話は何度も言いました、うん、ああ、なるほど、うん、緊急ではないけど重要なところ、はい、あの時間管理の中で一番言われるところですよね、うん、そこを今意識してやれてる、すごいね、ありがとうございます、うんうん、素晴らしい。あの、ちょっと聞いていいですか。もうアンソニーのセミナー受けて一番こう影響を受けたこと、一番印象に残っていること、大輝一番何が印象に残ってますか。それやねんな、まああの、うん、アンソニーが一番すごいなと思ったところは、うん、まあ、何千人もいる人たちに向かって、うん、同じ言葉をかけているのにその人によって捉え方が違う、でも自分の心に響くような言葉をしてて、うんうんうん、その会場の人たちの人生を変えるっていうのが、うん、一番すごいかなって、まあ、あのコーチングも将来したいと思ってるんですけど、うん、そういうコーチングは、うん、あの一番すごいんじゃないかなって思ってます、はあ、すごいね、もうまさにまさにやね、うん、すごいね、楽しみだ、本当に、うん、本当に楽しみ、うん、ねえ、うん、まさにアンソニーのセミナーってそうなんですね。あのアンソニーが4000人や2000人の人と喋ってるけれども、一人一人の捉え方が違うけれども、その人なりの人生とリンクされた時にちゃんと心の負の中にポーンと落ちてくるような感じなんだね。そうです、うん、まさにそんな感じ、すごくよくわかりますね、うん、ねえ、なんかすごく画面越しだけど本当になんか再会できて嬉しいですもうね、うん、なんかもう母親の気持ちみたいなのがあれだけど、でも本当早く大輝くんにはあのこちら側に戻ってきてほしいっていう感じですよ。で、あのもちろんクルーを経て、多分あなたは本当にトレーナーとか人に影響を与えていく仕事をする方だと思うけども、早く大きくなってって感じね、もう本当にね素晴らしい、大工本当にありがとう。中間テストのね、合間でお勉強も大変な時に本当にみんなのためにね、あの出てきてくれて本当にどうもありがとう。あ、大工ありがとうって、西村さん、あ、大工ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます。京都から西村さんもありがとうございました、ありがとうね大工くん、大工ありがとうございます嬉しい、ありがとうございました。
はい、ということで今日はちょっと長編になってしまったんですけれども、あの皆さんとシェア会ということで、あの懐かしい皆さんも含めて、あの新しい皆さんも含めてご参加いただきます。本当にありがとうございました。あの今日この日はあの、ね、何かの大きなきっかけになっていただいて嬉しいなと思いますし、次回またこうした機会があった時に、あのシェア会から、その期間ね、会わなかった期間どんなことが起こったのかっていうのをシェアするのを楽しみになるような、ぜひあの毎日を過ごしてほしいなっていうふうに思います。大工もまたお待ちしてますよ、ね、今日はお時間作ってくださって皆さん本当にありがとうございました、はい、それでは松井コーチも遅くまでありがとうございました。今日はこれにてあの失礼させていただきます、はい、どうもありがとうございました。皆さんありがとうございました。おやすみなさい。